こんにちは、RWS ドリブル塾四国支部を担当させてもらってます、カズコーチです。今回、僕の方が、香川県高松港ですね、18時から20時、フースバールフロイデ高松さんの会場にて行わさせていただいている、スクールなんですけど、こちらの会場で撮る一つ、ちょっと練習メニューを紹介させていただきたくて、今回動画を撮らせていただいてます。で、練習の内容なんですけど、まずこう2つ覚えてほしいポイントがあって、まず1つは試合中にこうさりげなくシェザースを使えるようになるための練習で、もう1つはこうスピードを上げたい時にどうやってボールを触るかっていう、そういう何をしたらいいかっていうのも詳しくスクールの方で話させていただいてるんで、もしよかったら最後までご視聴いただけたらなと思います。で、この YouTube を通して自主練をやったりとか試合で使えたってなったら、僕のインスタグラムの方をこうメンションして、ストーリーだったり投稿に上げてもらえたら、僕の方がメッセージを送らせていただくんで、もしよかったらバンバン僕のインスタグラムメンションしてもらえたらなと思います。なんで本編の方へどうぞ。今からやるドリブル練習、この2つを覚えてほしい。じゃ、何かって言ったら、まず1つ目は試合中にさりげなくシザースを使えるようになるための練習で、もう一つはドリブル中にスピードを上げるとき、どうやったらスピード上がると思う？そう、ドリブル中にロールをすると一気にスピードが上がる。 OK、 だからこの2つ覚えてほしい。試合中にさりげなく使えるシザース、試合中にドリブル中にスピードを上げるためのロール。 OK、 この2つ覚えるためのドリブル練習、今からこれ全員やります。オッケーですか？はい。オッケー。で、まず最初、今から踊るよ。こっから超シザースステップ、これで透明る、ロールシザースステップ、これで透明る。こっからまず、もうちょっと待って、相手が投げる状態で左側に動かす、動かしたらこの右側のスペースあるじゃん、このスペースを狙ってまたぐステップ、こういう相手がついてくるからちょっと下がる、相手と距離を取ったらロールでまたこの左のスペースに転がす、転がしたら相手が来るからまたシザーステップ、こういう風に抜いていくって感じ。 OK、 これやってほしい、もらっていいよ、おいね。で、これさ、じゃあ皆さん問題です。停電です、停電。これロールの時にコーチは足がついてたか足がついてなかったか、はい、どっちでしょう？足ついてない。え、ついてない？ついてる。ついてますよね。そう、足をつけてほしい。 OK、 これいくよ、スローモーション、いくよ、スローモーション。こっからまずチョンチョン、シザースステップ、小指ちょっと下がる、ボール転がしたら足をつく、またぐステップ、小指止めるって感じ。 OK、 これやってほしい。 OK ですか？はい。もう一度 OK ですか？はい。おいで、男したい人、はい、チョン、シザースステップ、小指、そう、はい、止める、転がす、そう、またぐ、ステップ、小指、うまい、いびき、いびき、アイタッチ、ナイス、いびき、する、ありがとうございます、いきましょう、はい、チョン、シザーステップ、小指、止める、そう、転がす、またぐ、ステップ、小指、うまっ、こっち側にチョン、そう、チョン、そう、シザーステップ、小指、そう、はい、止める、そう、足つく、転がす、うまっ、いやー、うますぎ、握手、素晴らしい、バモン行きましょう、バモン。バモン行こう、バモン。はい、ご視聴ありがとうございました。今回紹介させていただいたスクールは、香川県の高松港となります。高松港の方は、スクール生も、たくさん今増えてきてて、で、徳島県だったりとか、あと、まあ、岡山県からも来てくれてるスクール生もいるので、ぜひ、いつでも無料体験の方、お越しください。で、他の、僕の担当してるスクール会場の方も、画面の方に、載せさせていただいてるんで、また無料体験の方ご連絡いただけたらと思います。で、やっぱりこういう技術っていうのは本当にこう試合でこう使えるとか使えないとかすごいたくさん、賛否あると思うんですけど、まあ、僕の中ではこうサッカーを楽しむ幅を広げるためにもやっぱ身につけるべきだと思うんで、ぜひね、これからサッカー人生もっと楽しみたい、もっとこう豊かなものにしたいっていう方はぜひね、僕に任せてもらえたら、もうね、どんなお子さんでもしっかり一人一人向き合って指導させていただくんで、今後ともよろしくお願いします。最後になるんですけど、概要欄の方に各お住まいの地域の公式 LINE の方を、
話させていただいてるんで、そちらの方で追加していただいて、27個プレゼント動画って送っていただくと、無料で、自主練動画だったりとかが送られてくるんで、ぜひ、この機会にゲットしてみてください。でまた僕のインスタグラムの方も概要欄に貼らせていただいてるんで、またフォローしていただけたらと思います。なんでまたお会いできる日を楽しみにしています。